台湾有事が起きれば、日本国民は半年で餓死する。輸入途絶の危機を無視する農林水産省は、あまりに無責任だ。日本の食料自給率は 38% だ。このままでいいのだろうか。キャノングローバル戦略研究所の山下和人研究主幹は、日本の食料供給は輸入に依存している。このままでは台湾有事などでシーレーンが破壊され、輸入が途絶した時に深刻な食料危機が起こる。食料自給率を上げるために、今すぐ減反政策を廃止すべきだ、という。輸入途絶で起こる深刻な食料危機。ロシアがウクライナに侵攻し、またイスラエルとパレスチナ武装勢力が戦争状態となり、世界は第三次世界大戦に発展するのを食い止められるかの瀬戸際にある。アジアでも中国が攻撃的な態度を強めている。日本にとっても対岸の火事ではない。台湾有事で専門家が危惧している最悪のシナリオがある。中国軍が台湾に上陸しようとしても、米軍に制空権を握られていれば、空爆されるので上陸できない。中国がこれを避けようとすると、沖縄だけでなく、三沢までの在日米軍基地を叩くというのだ。こうなれば、日本の周辺すべてが戦争に巻き込まれる。台湾周辺のシーレーンだけでなく、日本へのすべてのシーレーンが破壊されることになる。これまでの事態とならなくても、船主は巻き添えを怖がって日本への輸送を控えるようになる。輸入が途絶すると、食料自給率 38% の我が国では、深刻な食料危機が起きる。小麦も牛肉も輸入できない。輸入穀物に依存する日本の畜産は、ほぼ壊滅する。米主体の終戦直後の食生活に戻る。当時の米の一人一日あたりの配給は2合3尺だった。今はこれだけの米を食べる人はいない。しかし、肉、牛乳、かまどなどがなく、米しか食べられなかったので、2合3尺でも国民は飢えに苦しんだ。米の供給量は必要量のわずか半分。1億2000万人に2合3尺の米を配給するには、玄米で1600万トンの供給が必要となる。しかし、現在の米の生産量は670万トンしかない。今の供給量は、備蓄等も入れて800万トン程度しかない。輸入小麦の備蓄も2、3ヶ月分しかない。危機が起きて半年後には国民全員が餓死する。米の備蓄は100万トンだが、通常時の米の消費量が減少していることと、年間500億円もの膨大な財政負担がかかるので、農林水産省は備蓄量の引き下げを検討している。農林水産省は食料安全保障強化を唱えながら、逆のことをしようとしている。1960年から比べて、世界の米生産は 3.5 倍に増加したのに、日本は4割の減少である。なぜか、それは農林水産省が減反、生産調整政策を行ったからだ。減反とは、農家に補助金を与えて、米の供給生産を減少することで、市場で決まる米価よりも高い米価を実現しようとするものである。これは1970年以来半世紀以上も続けられている。減反を始める前は350万ヘクタールあった水田は今では235万ヘクタールしかない。戦前農林省の減反音を潰したのは陸軍省だった。減反は安全保障と相入れない。我々の食料安全保障を脅かしているのは輸入リスクではなく、農政リスクである。輸入途絶のシミュレーションがない。経済力が低下し、輸入リスクが高まったというが、我が国の輸入額全体に占める穀物や大豆の割合は、1から 1.5% 程度に過ぎない。穀物等の価格がいくら高騰しても輸入できなくなることはない。だが、シーレーンが破壊されたら、お金があっても輸入はできない。
安全保障が目的なら食料自給率を上げるために減反政策をやめるべきだが、中間取りまとめは減反の問題から逃げている。審議会の委員の一人で、元財務事務次官の真名子康氏が減反廃止を再三主張したのだが、取り上げられなかった。真名子氏は財務省主計局で農林係主査、主計官を務めた農業農政問題のプロである。それでも JA 農協の政治団体である JA 全中の会長が委員となっている審議会で、真名子氏の意見が通るはずもなかった。審議会というと中立的なイメージを受けるかもしれないが、既得権者の息がかかっている人や、農政についてほとんど知識を持っていない人ばかりなので、国民のために必要な政策が議論されるはずがない。JA 農協や農林水産省の言うがままだ。何よりメンバーを選んでいるのは農林水産省なのだ。そもそも輸入途絶が起こったとき、1億2500万人が餓死しないために、どれだけの食料が必要なのかも、中間取りまとめには提示されていない。これがないと、どれだけ農業生産を拡大しなければならないのか、必要な農地資源、石油や肥料などの生産要素、穀物備蓄の規模などを検討できないはずだ。提示しないのは農林水産省がどれだけ食の安全保障を脅かしてきたか明るみになるからだろう。国民は農林水産省が主張する食料安全保障の嘘に騙されてはいけない。農林水産省が主張する食料安全保障の嘘。国民は農林水産省は農業を振興して食料を供給してくれるはずだと思っているだろうが、それは大きな誤解だ。農政は食料増産という目的を達成した1960年代以降一貫して JA 農協を中心とする農業村の利益を確保するために運営されてきた。最近では以前は自粛していた農林水産省から JA 農協への天下りが増えるなど、これがますますひどくなっている。一部の奉仕者であって、全体の奉仕者ではない農林水産省は、憲法第15条に違反している。食料危機が起きると、農産物価格は高騰する。最も利益を得るのは、農家を含めた農業界である。その農業界が、食料危機に対処するための、食料安全保障や、食料自給率向上を、消費者団体よりも、熱心かつ、声高に主張してきた。それは食料自給率が4割を切ると言われると、国民は農業予算を増加しなければならないと思ってくれるからだ。農業界は食料自給率などを農業保護の強化に利用してきたのである。水資源の管用や洪水防止などの多面的機能の主張も同じだ。多面的機能が必要と言いながら、どうして減反で水田を大量に潰すのだ。政府は農業界に押されて食料安全保障強化を名目として食料、農業、農村基本法を見直すという。今年5月末、農林水産大臣の諮問機関である食料、農業、農村政策審議会が中間取りまとめを公表し、これに沿って来年の通常国会に同法の改正案が提出される。これを見ても農業予算の増加という狙いは明らかだ。中間取りまとめは日本の経済的地位が低下して穀物などを買い負けるようになっているとして食料危機が起きる可能性を強調し、農産物価格の引き上げや麦などの国内生産の拡大を要求している。減反は税金を払って生命を危険にさらす政策。医療のように財政負担が行われれば、国民は安く財やサービスの提供を受けられる。しかし、米の減反は補助金、納税者負担を出して米価を上げる、消費者負担増加という異常な政策である。国民は納税者として、消費者として二重の負担をしている。主食の米の価格を上げることは消費税以上に逆進的だ。農林水産省は
JA 農協の利益のために、食糧危機の際に最も頼りになる米の生産を減らしてきた。国民は税金を払って、自らの生命を危険にさらしているのである。本当に効果的な食糧安全保障政策。どうすれば今迫る食糧危機に対応できるのか。生産減少を目的とする減反で、慣習、面積あたりの収量向上は抑制された。1960年には日本の半分しかなかった中国にも抜かれてしまっている。現在の水田面積すべてにカリフォルニア米程度の単収の米を作付けできれば、1700万トンの生産は難しくない。国内で700万トン消費し、高品質と評価の高い日本の米を1000万トン輸出すれば、輸出額は2兆円となる。現在の穀物などの輸入額 1.5 兆円を上回り、穀物貿易は黒字となる。米の輸出で小麦などを輸入して、なおお釣りが来る。買い負けの心配はない。最も効果的な食料安全保障政策は、減反廃止による米の増産と輸出である。平時には米を輸出し、危機時には輸出に回していた米を食べるのである。平時の輸出は財政負担の必要がない無償の備蓄の役割を果たす。1700万トンあれば、危機時に必要量を確保できる。かつては6月に麦を収穫してから田植えをしていた。しかし、ほとんどが兼業農家となり、まとまった休みが取れる5月の初めに田植えを行うようになって、二毛作は消えた。国産麦の生産は1960年の383万トンからわずか15年後の75年に46万トンへと8分の1に減少した。現在は2000億円もの財政負担をして生産を進行しているが、115万トンの生産に過ぎない。減反を廃止すれば、米の生産を1000万トン増やして、なお国民は3500億円の減反補助金の支払いをしなくても済む。米価が下がって困る主要農家への補填、直接支払いは最大でも1000億円くらいで済む。